モルデフォトバルクルーブは、ノルウェーのムーレオロムスダールケンモルデを本拠地とし、1911年6月19日に設立されたサッカークラブである。2018年現在、ノルウェーのトップリーグであるエリテセリエンで活動し、アケルスタディオンをホームグラウンドとしている。現在のアケルスタディオンの最大収容人数は1 1800人で、ある。 クラブ史上最多観客動員数は、本拠地が、モルデイドレッツパルクだった1987年10月10日の、モス戦での14,793人である。マンチェスターユナイテッドで活躍した、オーレグンナースールシャールが、プロサッカー選手人生を始めただけでなく、2011年から、指導者人生を歩み始めたのがこのクラブである。モルデは、エリテセリエム3回。 ノルウェーカップを4回制覇、そしてエリテセリエン2位が7回ある。最も輝かしい歴史は UEFA チャンピオンズリーグ1999から2000に出場、レアルマドリード、ポルト、オリンピアコスといったビッグクラブをモルデに迎えたことである。モルデ FK は1911年6月19日に発足した。もっぱら貿易戦やクルーズ戦で、 モルデを訪れた人々を相手に試合を行っていたことから当初はインテルナチオナルとして活動していた。しかし近隣の街でもサッカーに興じるクラブが増えてきたためモルデフォトバルクルブに改名することを強いられた。ホーベドセリエンに所属した1957から58シーズンを除き1970年代初めまで クラブは一地方の海リーグに所属するクラブであった。若手有望選手がトップチームに加入したことにより、1974年にホーベドセリエムに復帰。この頃所属していた選手が、ヤン・フグルセ、オゲハレーで、ハリー・ヘスタ等である。それ以来、モルデは常にトップリーグに留まり、ノルウェーを代表するクラブの一つとなる。また数々の代表選手を輩出し、 国外のプロリーグへ移籍した者も,もいる。著名な選手の一人に、マンチェスターユナイテッドのスター選手のオーレグンナー、スールシャールである。リーグ戦の優勝タイトルは、縁がなかったが、ようやく2011年シーズンに、エリーテセリエン制覇を果たした。1987年シーズンに、モス FK を迎えた、ホームゲームで0から2で敗れたため優勝を決められてしまった。 その試合では14,615人が詰めかけ、モルデイドレッツパルクでの最多観客動員数を記録した。2011年のエリテセリエン初生敗前は、準優勝が7回のシルバーコレクターと呼ばれている。特に2009年シーズンは、エリテセリエン復帰2年目であったことから注目に値すべきと言えよう。カップ戦において、 1982年と1989年に決勝進出したもののどちらも優勝を逃している。1994年にはリンを3から2で下し、初めてのカップ戦制覇を果たした。特に1990年代末期からは資金を苦面するために、ハリー・ヘスタ、オゲハレーで、シェティル・レクダル、オーレグ・ナースール・シャール、ペッテル、ルディ、トロン・アンデルセン、 アンドレアスルン、ヨーテッセム、ロブフレンド、マメビラムディウやパープパテディウフといったスター選手を国外へ移籍させた。ノルウェーを代表するコーチのオーゲハレイでは、1987年から91年と1993年から97年にモルデを指揮していた。ここ以外にもノルウェー代表、ヘルシンボリ、ブロンビー、ローゼンボリ、エルグリーテでも監督を務めており、 バイキングを指揮している。2011シーズンより、スールシャールが監督に就任。3月18日の開幕戦は、サルプスボルグ0820から3と大敗し、4月3日に行われたホーム開幕戦トロムソイル戦は2のニの引き分けに終わる。最終的にリーグ戦では、ローゼンボリーには一度も勝てなかったが、勝ち点差で上回ったため優勝した。現在は、 三部門に55のチームと約900人の構成員からなるクラブに成長している。モルデ FK の本拠地、アケルスタディオンアケルスタディオンの内部1998年に落成した現在のスタジアムはモルデ中心部の海辺に立地し、ノルウェーを代表するサッカー場である。総工費は2億1200万クローネと投資家の シェルインゲレッケビョルンルネイエルステムの両者からの寄付のおかげで完成した後にレッケレッカというあだ名が付けられることになる。2006年5月4日からレッケ氏の関連企業であるアケルがスポンサーになったことによりモルデスタディオンから現名称であるアケルスタディオンに改称された。1998年4月18日。 当時の首相でモルデファンのヒエル・マグネ・ボンダビークによって正式に開業した。コケラ落としの試合はディールストロムを4から0で下しシーズン最初のホームゲームに13,010人が詰めかけた。記念すべきのゴール第1号はトミー・ベルントセンのオーオンゴールであった。モルデの選手によるゴール第1号はダニエル・ベルグ・ヘスタであった。モルデ・スタディオンでの最多観客動員数は 1998年9月26日の、ローゼンボリ1の1万3308人である。UEFA チャンピオンズリーグ1999から2000グループステージ進出に伴い全席に椅子を設けた結果、最大収容人数は1万1800人にまで減ることとなった。現在の本拠地に移転する1998年、以前、1955年から、 モルデイドレッツパルクという公営、多目的施設で試合を行っていた。ガムレモルデスタディオンは1955年8月28日に、落成、コケラ落としの試合では、クリスチャンスンに1から0で下し2500人が、詰めかけた。最上位リーグでの初試合は、1957年7月28日に、行われたサンデフィオルとのリーグ開幕戦で、 結果1から1の引き分けに終わった。モルデがフォルシュテディビションに昇格した1974年シーズンにメインスタンドの拡張した。ここでの最多観客動員数1987年10月10日に行われたモス FK 戦の14,793人でクラブ史上最多を維持し続けている。 アケルスタディオンに移転した今では、SK トレフトモルデ FK2 の本拠地となっている。トルネクラテッドは、モルデ FK のサポーター集団であるとともに、独立系無党派に属する。1994年のノルウェーカップ決勝戦後にザ・グランディギャングとして結成。モルデイドレッツパルク時代には、観客席の左側立ち見席上位に陣取っていたが、アケルスタディオンに移転してからは、 西側右隅界に陣取るようになった。現在、トルネクラテットは、ノルウェーを代表する、老舗サポーター集団の一つとなり、構成員は、約1100人を数える。出中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、代表資格ルールに基づく。出 モールでは1958年の選手権大会に出場できたものの、1963年に発足したフォルシュテディビションに参戦できたのは1974年からである。AB、モールダイドリッツパーク。stadionsiden.com。2011年11月1日閲覧。オーレガンナーソルスコルアポインテッドモールダマネージャー。 ザ・スポーツレビュー、二千十一2011年11月1日閲覧 ABC モールダファットボールクラブクラブバクタモルデ FK 2011年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年11月1日閲覧1998年4月の為替レートで1クローネイコール17.6円として換算 ABC エーカーシュタディオン stadionsiden.com 2011年7月19日閲覧 mfkball1998moldefk2009 年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年11月1日閲覧ビス s i s t j u a t m f k w e b o r g 2 0 1 1年11月1日閲覧 MFKHST1998。モルデ FK2008 年1月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年11月2日閲覧。オムモールダ・シュタディオン。MFKWEB.ORG2011 年11月2日閲覧。ヌット・シュタディオン。モルデ FK2009 年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年11月2日閲覧。ABCD オムモールダイドリッツパーク。MFKWEB.ORG2011 年11月2日閲覧。キャンパー・アイ・ユーロパクピン。MFKWEB.ORG2011 年11月2日閲覧。A ラゴット・スピーリアモールダ。 モルデ FK2012 年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月4日閲覧 AB モールダファットボールクラブオーガナイズジャンモルデ FK2011 年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年3月8日閲覧モルダ FK デッツリザルツ19761977 w o r l d f o o t b a l l net 2011年11月2日閲覧モールダ fk デッツリザルツ1995 1996 w o r l d f o o t b a l l net2011 年11月2日閲覧モールダ fk デッツリザルツ2006 2007 w o r l d f o o t b a l l net 2011年11月2日閲覧 mfkfactchat mfkweb.org2011 年11月2日閲覧リゴプラスリンガー資伝1937 mfkweb.org2011 年11月2日閲覧 ab ノルゴメスティア・メン1902から 2010NFF2013 年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年11月2日閲覧スピリア・ソン・ハー・レプレゼンターとモールダー・アイエーランドス・コンパー MFKWEB.ORG2011 年11月2日閲覧ソーフティング・トーマス・ランドス・ラゴット 2011年11月2日閲覧。ありがとうございます。